首は、大和政権のもとで行われた聖の一つ。主張の損傷である、大人に由来するものだという。東海山古墳出土鉄拳の名分により、上等人の首、日本初期巻、第15青年天皇2年の赤石軍の縮みみみやけ首押し山作り細木と、あるのは損傷によるものである。また、同じ、初期第13で、陰陽天皇の皇后。 おしさかのおなかすひに対して、過去に、統計国蔵があぶれえを働いた際に、皇后が、首や、よ、忘れじと口にしたのは、お前という意味であったらしい。姿勢制度の中では、下級の称号であったらしい。パターンとしては3種類あり、部局名を主とする部民の統率者に与えられる、倍引く海部首、山部首、忌み部首、赤染部首など、部、首となる。 職名を死とする帰還人形の死に与えられる場合から、河内の踏み首、馬飼首、反対や首など、一とよく似ているが、大和朝廷との干渉的な立場から与えられたと思われる。職称名、首となる。三宅の干渉者に与えられた場合、大古部、大鹿首、新家首、三宅名、首となる。この方は6世紀以降に現れる。 吉田明の出雲国大勢信号歴名調の研究によると、出雲軍には1のパターンが見られ、5世紀以前には新首部のヒエラルヒーが成立していたことが伺われる。日本書紀によれば、天武天皇13年の発色のせいにより、首生の一部は意味きを施政されているが、多くは旧生のままであった。その後、奈良時代にも首生が与えられているが、 公権天皇の天平情報9歳5月、聖武天皇の意味な首と、藤原夫人の名前を生命に使用することを禁じた、ため、死政と共に、当世に改められた。その後、聖徳天皇崩御後の770年に、首と死の氏族の区別がつかなくなったという理由で、元に戻されている。ありがとうございます。